ここで永西さん、はい、4中高はサイドバックの坂が上がりましたね。そうですね。さあターゲットマンが1人増えました。ヘディングの強い左のサイドバック坂が上がってきました。4中高17番の国吉、そして2番の坂は非常にヘディングの強い選手。後半の26分を経過しています。三重県大会の決勝、ペナルティーエリアのすぐ外。さあここから浅野のヘッド、来た。16番の浅野が決めました。4中高後半の26分、ついに拮抗を破れました。やはりセットプレーから先制点が生まれました。4中高この16番を4中高の新しいエースナンバーにしたいと話していた2年生の浅野が決めました。4中高、まあ、ボールも良かったですよね。さあ後半の26分、ついに4中高が先制。ここで4中高がボールを奪う。さあ田村が走っている。浅野から田村、いいボールだ。さあスルーパスを出した。田村のシュート決まりました。後半の34分、9番の田村が決めました。4中高簡単ですね。大きなゴールが決まりました。4中高これで2対0。狙い通りのカウンターがありました四日市中央工業高校。この16番の浅野から、そして最後は9番の田村。16番の浅野は今日1ゴール1アシストの活躍。さあこれで間もなく後半の35分を迎えます。中高は選手権出場が決まると代表校の中では最多出場がもうすでに決まっています。29回目の選手権出場が見えてきました。この白のユニフォーム四日市中央工業高校、ここで今試合が終わりました。2対0、四中高が津工業を破りました。四中高は4年連続29回目の全国選手権、開校50周年節目の年を見事選手権4連覇で飾りました。四中高、そして国吉キャプテンに話を聞きます。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんな気持ちでいますか？ほっとします。そのほっとしているというのにはどんな思いが込められているんですか？やっぱりこの舞台でやっぱしっかり勝てたということでほっとします。今日の試合なかなか厳しい展開だったかなと思うんですが、はい、前半になかなかチャンスを決められずにやっぱ後半決めないと苦しいゲームになると思ったので決めてよかったです。今年は2年生が多いチーム、その中でキャプテンとして3年生としてどんな思いで戦ってきましたか？はい、やっぱ後輩が、まあ、そういう、まあ、多いっていう部分でやっぱ自分3年生がしっかりやらないとやっぱ後輩たちに印っていうか示しがつかないんで、まあ、そういう中で、まあ、しっかり今できたかなと思います。さあ全国です。はい、まあ、初戦勝って、まあ、全国制覇したいと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。おめでとうございます。浅野くんです。今日の試合いいところが見せられましたね。いや前半は本当にみんなが作ってくれた決定機を決めることができなくてはちょっとあれですね、悔しかったんですけど、やっぱり後半に決めることができて本当に嬉しく思ってます。